すごい、うん、でもすぐ縮むんですよ。そういうこと言わないんですか。毎日続けたらいいから、うん、はい、それでは早速やってみよう。足をポンってして、お尻をクイッてして、手を置いてふーっと息を吐きながら前に出す。でも動かしてるよ、膝。そうですよ、こうふー、こうです、そうです、こうです、こうこうです。を30秒やることでこの辺が柔らかくなるらしいです。はい、ではまずこっち足からいきましょう。あ、でも気持ちいいや、これ伸びる、うん、自分伸びてきた。じゃあ次は2つ目はさっきのこれのまんまふーってさっきみたいに前にして、手をふーっとします。そしてこっちの足の方に倒して30秒やります。いいですか。結構きついですね、うん、はい、それではやっていきましょう。はい、ヨガ教室みたいな。はい、よーい、ドン。あー、きつい。え、これどこ、すごい、え、筋肉に来てんだけど、きつくないのかな、これ。え、ストレッチだよ。
次は寝転がってゴロンして、はい、それで膝を立てます。大丈夫、はい、で、こうします。恥ずかしいですよこれ。こうしてそしたらこうやってそれを体をね寄せる。こっちかこっちどっちでもいいって言ってたから、こっちは無理っすよ。こっちはダメです。こうですね。よーいと、これでこれやばそう、なんか大好き。では、反対の足やっていきたいと思います。コツはですね、この数字の4ですよ。4わかった。こっち脱いだ。これで待って逆に後ろもね、後ろでいって上げるのか、これ。そうだよ、寄せんでるから。寄せんでる。よーいの。だから多分利き足一緒なんだよ、ホワイトリンさん。やばい、これきつい。さっきと全然違くないって。ほら待って、これがさ、もっとこうなってたもん、さっきね。よし、あ、こうせもないで、無理。あ、見えてる。取った。はい、はい、違えた。はい、じゃあストレッチが全て終了しましたので、身長が伸びているのか結果を見ていきたいと思います。はい、あ、ちょっと一回やってみて。はい、リンスの109です。はい、いや、萌えは 158.3 だったんですけど、萌えは 158.3 から 159 センチになってました。いや、でも伸びてるの私。はい、いや、なんかこの動画面白い。